兵庫県では明日にかけて局地的に雷を伴う激しい雨が降る恐れがあり、神戸地方気象台が土砂災害や河川の増水に注意するよう呼びかけています。こちらは午前10時ごろの神戸市灘区の戸賀川です。大雨の影響で増水し濁流となっています。神戸地方気象台によりますと、梅雨前線が西日本から東日本に停滞していて、兵庫県では前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、ところによっては警報級の大雨となる可能性もあるということです。今日予想される1時間降水量はいずれも多いところで北部で30ミリ、南部で40ミリ、明日午後6時までに予想される24時間降水量は北部で80ミリ、南部で120ミリとなっています。気象台はこれまでの大雨で地盤が緩んでいるところがあるとして、土砂災害に十分注意するよう呼びかけています。